アルナスラインとは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2009年の日経賞。名前の由来は古代アラビア語で2話の和紙から来ている。2006年6月25日に京都競馬場でデビューし、新馬戦は11着に敗れる。その後、未勝利戦を勝ち、4戦目で500万した特別を勝ち上がり、2007年5戦目で 重症形成範囲に挑戦して3着に入る。6戦目のスミレステークスでベルダレイヤに勝ち、オープン入りするも、左前膝の骨折が判明して7ヶ月の休養を強いられる。秋に復帰して、復帰戦は小馬初挑戦の京都対象点となり、3着と構想する。そして中一周で、喫下賞に挑戦し、浅草キングスの2着に入る。その後は、 体調が整わず、翌年まで休養することになる。2008年の春には復帰して、メトロポリタンステークスを6馬審査で圧勝。続くメグロ記念は、北斗スルタンの2着に入り、その後宝塚記念に出走。3番人気に支持されたが10着に敗れた。秋は、京都大商店から始動。重症未勝利場ながら1番人気に押されたが、5着に敗れた。続く、 アルゼンチン郷は国売でも一番人気に支持されたが、トップハンでの 58kg の影響もあってか、直線伸びきれず3着に敗れた。その後、ジャパンカップへ出走を予定していたが、重傷勝利馬か、過去1年の GI で3着以内に入っていなければ、出走できないため直前になって回避した。自走の有馬記念は、オリビエ・ペリエとのコンビで出走したが、6着に敗れた。 2009年はアメリカジョッキークラブカップから始動安城に竹豊を迎え、3番人気に支持されるが、6着と敗れた。その後、3月28日の日経賞では、海老名正義とのコンビで出走。後位から抜け出して解消し、念願の重賞初制覇を果たした。さらに、今晩の天皇賞、春に出走。日経賞の勝ち馬ながら、 重傷に連勝中の浅草キングス、前年のジャパンカップ発射、スクリーンヒーロー、ダイヤモンドステークスを完勝したモンテクリス S に次ぐ4番人気に、とどまる。レースは、中段7、8番手に控え、直線に入るとよく伸びたものの、先に内から抜け出したマイネルキッズを捉えきれずに2着に、敗れた。しかし、前述の3頭にはいずれも先着した。 続く6月28日の宝塚記念では、中段からレースを進めたが、最後の直線で伸びきれず6着に終わった。2010年の初戦は5月30日のメグロ記念。道中3番手追走も、直線で伸びきれず5着に敗れた。その後、7月8日付で、JRA 競争馬登録を抹消され、現役を引退した。引退後は乗馬となり、 北海道苫小牧市のノーザンホースパークを経て、2012年4月に、慶応義塾体育会馬術部に移り練習場、喜び林」となった。その後、羽び野市の乗馬クラブ、クレイン大阪に移っている。ありがとうございます。